南町では、卵はもちろん親亀の保護というものも行っていると思うんですけれども、まず、産卵の数がどういった推移で今に至っているのかというのを教えていただけますかはい。ここ千里の浜で上陸産卵の調査が始まったのは、えー、今から約40年前ですね。1980年の初めです。で、当時、この調査を始められたのが、 学校の先生ですね。はい、上村先生って方が、まあ私の恩師なんですけども、はい、まあ理科の先生なので、これ教材に使えないかっていうので、はい、教材研究の一環で千里の浜でそういう調査を始められたんですね。で、まあ夜行って、その上陸数なり、産卵数なりを数えるっていうことをこの年から始めてくれています。はい、で、その活動がずっとまあ続いてきてですね、途中で、まあ仕事の関係で、4、5年経って、 この調査ができなくなるんですね。で、4、5年経ってこう積み上がってきたデータがそこで終わるのがもったいないので、恩師にあたる後藤先生っていうのをこう引きずり込むわけですよね。で、最初その2人で引き続きやってたんですけども、そのうち上村先生は仕事の都合で参加できなくなる。で、後藤先生がその後を引き継いでずっと調査を続けられるわけですね。1990年になると、京都大学の 坂本教授のゼミ生の皆さんがフィールドワークで戦略来られるわけですね。で、それまでは後藤先生も学校の先生なんで、夜通しの調査っていうのはできないわけですよね。なので、明るい日に行って明るいうちに足跡を見て、で、サ段ダンスを数えてっていうふうなことを調査やられて。で、大学生っていうのはまあ、夜間の調査ができますんで、この1990年からは、夜通しの調査っていうのが可能になります。 なので、ほぼ、見落としっていうのはなくなります。で、それが1990年です。で、そこから、え、約10年間、一緒に、後藤先生と、兄弟と、調査を続けるんですけども、10年ほど経つと、京都大学が引き上げることになります。もう、ある一定の、まあ、あの、成果は得たので、っていうことで。で、その後を引き継いでくれるのが、大阪に事務局があります、NPO 団体で、日本海亀協議会という団体がありまして、 で、ここが大学生であったりとか、最近では専門学生であったりとかを、うん、調査ボランティアとして派遣してくれて、うん、で、その調査を一緒にやるという感じで、それがずっとまあ今まで続いてると。うんうん、で、そこに地元の青年団、 青年クラブみなべって言うんですけども、これも平成16年の10月に合併をして、新しく団体ができたんですけども、もともと旧みなべ町の青年団の取り組みとして、後藤先生と一緒にパトロールをするっていう取り組みがあって、それをまあ、あの合併後も引き続いてやってくれてるわけなんですけども、なので現在は、そのみなべ海亀研究班が浅い時間ですね、はい、夜8時からまあ10時ぐらいまでのパトロールを受け持って、 で、あと明け方までを調査ボランティアが引き継ぐという感じで調査をやってくれていますその40年前に比べて今の産卵数っていうのは数はどのように推移してますかはい グラフが見せれるのはいいんですけども、はい、始めた当初がですね、1980年代、産卵数だけで見ますと、100を超えるぐらい。で、そこから徐々に徐々にこう増えていってですね、1990年ぐらいにはピークを迎えます。ここで300を超す産卵がありますね。80年代は増えていったんですね。そうですね、そこから徐々に徐々にこう上、右肩上がりで増えていって、ピークを迎えるのが1991年。で、ここで、 赤海亀という、まあ海亀を全部種類そうなんですけども、絶滅危惧種に指定されるんですね。で、えー、当時調査員研究者の皆さん思ったそうです。こんだけ、その散乱数があるのに、絶滅危惧種に指定されるってどういうことやと。で、アクルト氏の散乱数をこう見ていくと、もう明らかに右肩下がりでこう下がっていくんですね。 で、絶滅危惧種に指定されたっていうのはそういうことだったんだなっていうふうに思ったらしいです。で、ずっと下がってってですね、98年にはワースト記録ですね。はい、年間ね、これ多分40に満たなかった数字だと思います。で、そこから10年近く底を打つような感じで増えたり減ったりしながら、100を越さない年がしばらく続きます。で、ちょうどその頃私担当もらったんですね。はい で、確かに、たまにこう、浜見に行くんですけども、なかなか本体には会えないっていう日が続いたのを覚えてます。で、このまま続くんかなって思ってますと、2008年ぐらいから劇的に復活するわけですね。2007年には、多分これ60ぐらいだと思います。2008年には、250を超す産卵があります。 で、そこから、でこぼこあるんですけども、順調に150をキープしながら、150から250の間をこう推移しながらですね。で、2014年あたりからまた今度、右肩下がりで下がってきてると。そんな感じですがね。 の産卵回数には、大体10年スパンくらいで波があるわけですね。そうですね。このグラフ見るとそうですね。で、あの、先ほどからおっしゃっていただいている、その40とか100っていう数は、まあ、1回の産卵で大体100個くらいの卵が生まれると考えると、まあ、卵の数は、その産卵回数 ×100 くらいで考えていいものなんですよね。ねはいうん、この数が増えたり減ったりしている要因っていうのは明らかになっているんですか これが原因だっていうのは分かっていないみたいですね。